はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんばんはだな。エルカチャンネルのショーです。さあ、やってきましたよ、城西園。この間ですね、忘年会したんですけど、あの時に本当は来たかったんですけど、ちょっとですね、飲みすぎ食いすぎで気づいたらいい時間になってて、もうこっちが消えてましたんで。消えてたな。今回日を改めてやってきました。ですです。ということで中に入っていきたいと思います。はい。なんか城西園来るの俺ほんと久々っつった。ほうほう。多分ね、あれよ、一発目に撮ったの覚えとる。一発目、ああ覚えるよ。ちゃんと俺がまだこういうことを言ってなくて、そう、あのうちの弟の結婚式のプロモーションビデオを撮りたいからって言って、そうそう、みんなに手伝ってもらったというね。スペシャルゲストも参加したからね。そう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 。で、今日はスペシャルゲストはいるの？いや、もういないでしょ。あ、いないの。はい、いないっす。あ、いない。いない。はい。なんかやってるとこでしょ、ここです。ね、武将隊だったっけとかね、うん、歌ったり踊ったりでしょ。です。で、稽古で武将隊になります。ちょっと暗くてあれだろうけど。いやいや、見える見える見える。うん、いいね、熊本城が元気だった頃。ほんとね。今回は城西園に来るのが目的じゃなかったんですよ。ここは途中の道。あの途中です。まだ、ああ、はい、はい、あのメインは、はい、あそこん、メインはあっちです。ああ、はい、はい、メインは熊本城、震災の時にやられちゃって、うん、立ち入り禁止だったじゃん、はい、で、ある程度終わったのかな、工事が。あーですね。あれ、いつからだったっけ、先月とかだったっけ。そうかい。で、ちょっと1ヶ月遅れ、あのよくうちのチャンネルではある1ヶ月遅れ。いいんじゃないですか。1ヶ月遅れでちょっと熊本城の方にやってきました。で、行けるとこまでちょっと行きたいと思います。はい、エルカチャンネル。今熊本城行けるかなと思ったんですけど、なんか入れなかったんで、近く の、 あの加藤神社の方にお参りをしてきたところでした。で、ここでですね、おみくじ引いて、で、そしたらですね、あの小吉で、いろいろと書いてあったんですよ。うん、で、わあ、これ年明けてこれかよと思ったんですけど、はい、キリトがですね、だけど今年のだろっていうことになりまして、そうそう、来年はまた来年、年が明けてからね。そうそうそう。で、今日引いたおみくじは残り2週間ぐらいのことってことで、そうそうそう。エルカチャンネル。熊本城近くまで行けなかったんですけど、ちょうどこの加藤神社から見える位置が結構良かったんで、今の現状がよく分かりますね。下まで行きたかったんだけどな。ね、ちょっと近くまで行ってみたかったですね。はい。時間たったな。まあそういうことでですね、また今回もちょっと残念だったなと。まあでもここまで見れたんで、もう少しはあのいいかなと思います。エルカチャンネル。はい、ということでですね、今回の動画はここまでです。チャンネル登録よろしく。俺にかかってこい。